米大リーグ・米大リーグ・マーリンズ・ドジャース17日、米フロリダ州マイアミローンデポ・パーク。 動画、大谷翔平、48号確信弾48、48、2行進ドジャース大谷翔平投手、30、が17日、日本時間19日、敵地、マーリンズ戦に1番、指名打者でスタメン出場し、1点を追う6回2、1、三塁の4打席目は3球で空振り三振に倒れ、この日3つ目の三振となった。 マーリンズの先発は、ダレン・マコーン投手28、大谷は初対戦だった、大谷の初回戦闘の1打席目はフルカウントから見逃し三振。 最後は低めのシンカーに手が出なかった、圧巻の一打が出たのは4点を追う3回1・1塁の2打席目、カウント1月1日からの3玉目だった内角低め822マイル、約132、3キロ、スライダーを振り抜くと右翼席上段に飛び込む圧巻の打球速度105、3マイル、約169、5キロ。 飛距離402フィート約123メートルという一打だった5試合23打席ぶりの48号は走り出す必要のない確信弾39乗目のホームランで3 9球団の本拠地で本塁打が出ていないのはシンシナティのグレートアメリカンボールパークレッズフィラデルフィアのシチズンズバンクパークフィリーズのみとなった同点の4回に死走者なしの3打席目は1ボール 2ストライクから内角低めの直球で空振り三振。1点を追う6回2試1・三塁のチャンスで迎えた4打席目は3球で空振り三振を喫した。13、16日、同14、17日の敵地、ブレイブス4連戦は本塁打も盗塁も出ず、14打数2安打。47本塁打 &48 盗塁で4試合連続足踏みとなった。 2試合連続で2打点を挙げているが4連戦中は3試合が無安打場所を変えてこの試合を含めて残り12試合で前人未到1 0の50への前進が期待され地区優勝へのマジックも